タジアムは素晴らしいコンディションになりました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、松本山雅がサガン鳥栖と戦います。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。このチームのディフェンスは受け身だと言われやすいのですが、今日はどのようなゲームになるでしょうか。確かにあまり積極的ではないと感じますね。引いて守って数少ないチャンスを待つ、これは我慢ができないと大変な戦略ですね。試合開始です。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。ここはタックルでうまく対処しました。相手ボールのスローインです。高橋秀人、何をしてくるのか。何かしてきそうですが、シュート、入った。先制点、早くもスコアに動きがありました。この距離では外さないでしょうね。キーパーはなすすべのない局面でした。ああなる前に何とかしておきたかったですね。別のアングルからご覧ください。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。固いディフェンスに攻めあぐねています。クリアして危機を脱しました。試合の序盤ですが、審判がファールを取ります。あっと、今のでイエロー警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。中の選手に合わせたいですね。誰を使ってくるんでしょうか。ボールがペナルティーエリアへ。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ラファエル・シーバー、
前半開始わずかですが早くも同点ゴールが決まりました。激しい試合展開が続いていますし、この試合は見どころが多くなりそうです。綺麗に決まりました。完璧なタイミングのボレーでした。別の角度からご覧ください。原川力、岩下圭介、さあどうだ。狙える位置です。早めにボールを入れてきた。このボールは止めただけ。クリアできるか。ボールを失いました。ボールは相手に渡ります。ディフェンダーをうまくかわした。リードを奪いたい。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。酒井豪徳、ここはドリブルで前に出ます。これはあるぞ。キーパー、これをセーブした。近距離からのシュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。勝ち越しのチャンスを逃しましたからね。これは痛い。監督の表情も険しくなっています。コーナーからエリア内へボールをクリアしました。仕掛けてくるのか。圧力をかけられます。タックルが決まってボールはラインの外へ。相手ボールのスローインです。岩下圭介、このパスは簡単にカットされました。ここから狙うのか。パンチングで止める。チャンスと思った瞬間のオフサイド。これは惜しい。酒井豪徳、レオシルバ、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。これを決めればリード。打ってきましたが大きく外れてしまっています。これは見事なパスカットです。絶妙なロブパスです。スペースにスルーパス。ちょっと長いか。今ノリに乗っている攻撃陣がまたもやゴールを生み出しました。まだ1点のリードですが、勢いに乗ると止まりませんからね。油断はできないですよ。丁寧に決めてきましたね。このコースに打たれてしまったら、さすがにキーパーはどうしようもないですね。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。原川力、岩下圭介、高橋秀人、
さあどうする。相手ボールになりました。ファールの判定です。フリーキックですね。クリアが足りないか。シュートを狙う。ボールはキーパーの手の中へ。スローインになります。高橋秀人、パスをつないできましたがここで奪われました。ラファエル・シルバ、ファーの選手を狙ってきた。これはコースが甘かったでしょうか。ミートしきれませんでしたね。レオ・シルバ、酒井豪徳、ボールが強すぎました。キーパーが抑えています。打ってきた。キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーからエリア内へ。攻撃の流れを切ります。スローインになりました。さあ折り返せるか。いい位置です。ボールをはっきりクリアし、リーグ最高の攻撃陣がまたしてもゴールを生み出します。止めることはできないのでしょうか。かなり警戒されてはいるんですが、その上を行くパフォーマンスを見せてくれますね。落ち着いて決めました。あのコースは止められないですね。違うアングルから見てみましょう。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。荒川力、スコアは3対1。ここでハーフタイムを迎えます。データで見てもこの選手の素晴らしさが分かりますね。この選手のプレーがひときわ目立っていますね。チームメイトからすればこういう選手がいると勇気づけられると同時に、自分も頑張らなきゃって気になりますよね。さあ後半開始です。高橋芳樹、荒川力、何かしてきそうですが、堅いディフェンスに攻めあぐねています。仕掛ける前にボールを奪われました。岩下圭介、またパスが通ります。この選手から何度もいいパスが出ていますね。ここはパスミスになりました。ボールを失います。これはカウンターのチャンスです。このチャンスは生かしたい。ここはボールを奪われました。決まるか。わずかにゴールを外しました。カウンターは良かったんですが、最後の最後でうまく詰められませんでしたね。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。ディフェンダーのインターセプト。ゴール前、期待も高まります。
ここはキーパーが積極的。次に出ました。高橋よしき、ここはサイドを変えてきました。テクニックを見せつける。ドリブルで運びます。アリクロスですね。キャッチできません。ボールがこぼれた。キーパーが止めました。続けてセーブしています。乗ってますね。かなり調子が上がってきてるようです。ここまで十分なリードを築いているにもかかわらず、攻撃の手を緩める気はないようですね。この調子ならまだまだゴールが生まれそうです。選手を送り出します。レオシルバ、キーパーに戻します。相手ボールになります。ボールを運びゴールに襲いかかります。ラファエル・シーバー、入った。これはナイスシュート。3点目。もうどうしたって止まりません。これでハットトリック達成です。チームを勢いに乗せています。今日は絶好調ですね。別の角度からご覧ください。この展開は予想できませんでした。パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。素晴らしい読みでインターセプトしました。ボールを奪われました。ゴール前に入ってきました。ボールは相手に渡りました。ここでインターセプト。いい位置です。どこまでドリブルするのでしょうか。ファーポストにクロスが上がった。前に押し出します。キーパーがキャッチしました。パスを2人で交換します。ここからどうするのか。このクリアは小さい。福西さん、スコアを見れば明らかなようにこの試合チームはかなり厳しい状況に追い込まれていますね。はい、サガン鳥栖らしさが失われています。追いつけるかどうかはともかく、この試合には反省すべき点がかなりあるでしょう。サイドのスペースを使います。ボールを失いました。スローインで試合が再開となります。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。相手ボールになりました。チャンスにできるか。ボールを大きく押し出します。カウンターのチャンスです。タッチを割ってスローイン。何かしてきそうですが、クロスのチャンス。何をしてくるのか。ボールをクリアしました。カウンターのチャンスが巡ってきた。
掛けてくるのか。シュートはディフェンスに当たりました。ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。マイナスのクロスだ。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ここで試合終了です。よろしくお願いします。この試合についてですが、ありがとうございました。